あ、飛んじゃった。まあ、飛ばさないように気をつけてください。あ、まあ、無事に発見されました。はい、ではつけます。ちょっと硬いんで叩きます。はい。これで、OK だと思います。であとは、元通り組んでいくだけになります。爪はですね、あらかじめこう折っておいた方がいいと思います。このようにですね。このように折っていた方が、入れやすくなるんで、あらかじめ折ってた方がいいと思います。はい、ではつけていきます。はい、では、こちらもつけます。ではあと蓋をして、いきます。はい、ではネジをつけます。あとなんですけど、この爪をこの折り忘れるの、忘れないように、爪を必ず折ってないとこう電池が流れないんで、爪を折るようにしてください。こんな感じですかね。しっかり爪を折るようにしてくださいね。タイヤをつけていきます。まあ、適当なので、はい、こんなもんですかね。はい、では、このタイヤもつけていきますが、今回も4つともつけずに、中の2つだけつけることにします。はい、もう簡単にとりあえずつけちゃいましたんで、とりあえずこれで、完成となります。なんか確かに速くなったような気がしますね。では、発射させてみたいと思います。今回もパナソニックのエボルタの充電池を使って、発射させてみたいと思います。見せてもらおうか、アトミックチューンモーターの性能とやらを。